したのですよ。疲れがね、顔に出てる。スピンスキーだから嬉しい。いやー、ちょっともうメイク落として髪も取っちゃってきちゃったから、ちょっとボロボロなんですけど、アヤカーニバル終わりました。さらば希望を抜き捨てて、楽しかったです。バターどら焼き美味しかった。美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。初めて食べて、なんかバター入ってるって知らなくて、ほんと美味しかった。前髪パシャパシャ。血色なさすぎるかな、やばすぎる。配信できないぐらいやばいかな。大丈夫かな。なんかね、どら焼きにバター入ってて美味しかったんですよ。もうメイク落としちゃった。普通に配信しようとか思ってなかったから。配信できるじゃんってなって、今いろいろもろもろ終わりました。気を取り戻して、次はね、10周年だ。つけて頑張ろう。頑張ります。目が薄いん。いつもと大して変わんねえ。だってそれはやばい。全然なめくじマジで。すっぴんね、しじみみたいな顔してる。すっぴんね、ちっちゃ、マジしじみ、しじみです。だと思った。もちもちだ。タワーありがとう。 T シャツ当たったね。20人目くらいでしょ、武道館のの T シャツ。すごい。私のサイン見つけてください。レアですよ、あれすごくレアです。本当にとてもレア。コンビニ配送でいつもミクリンと目が合うんだよな。表紙やってるからかな。表紙だからかな。コンビニでシュープレ買えた。やったー。あ、コンビニ行きたい。コンビニずっと行ってない。シュープレ達成しました。絶対やめなさい、買えなさい。かわいそうに置いてけぼりにしちゃって、そのままレジに持って行きなさい。あの、ももクロさんの曲を披露させていただくとき、なんか抽選でなんか10曲くらいある中の7曲ぐらいでグループで分かれてやるんですけど、私ね、そのももクロさんのそのももクロさんのさらば愛しき悲しみよたちよっていう曲がめちゃめちゃ大好きで、
から披露できてすごい嬉しかったです。本当にめちゃめちゃ嬉しかったです。とあと怪盗少女とか、あとワニとシャンプーとかが好きで披露できてよかったです。めちゃめちゃ嬉しかった。あと走れも、走れいい曲ですね。目薬同じの使ってるんだけど、おモノモラ用ですよこれ。モノモラ用。高2の夏ずっとももクロさん聞いた。いやほんとアーニンさん可愛かった。と高木ねりさんともお会いできてよかったです。そう、石を差し込むとソレイユの時だった。でもちょっと大ライブでも配信されてたんですかね、ちょっと見たんですけど反省点ばっかりでした。HKT の評判良くて最高。本当に？まあ、セトリいいって結構私もね皆様のねレポを 見ていたんですが、セトリがいいと結構書かれてあって曲に恵まれておるなと思いました。よかったですね。あなんかさ、ロマンティック病披露できるって思ってなかったからびっくりしたんですけどねえ、外向けの曲になったんだっていうね。いやめちゃめちゃ嬉しかったです。本当にまさかの、予想外すぎましたよね。なんか一人一人センター曲みたいな感じでやっていったのかな今回は。割とかなんか誰をセンターって固めないで一人一人生7人なのでちゃんと見せ場があるできるような作りになってて、一番そのロマンティック病をメインにやってて嬉しかった。そうでもこれで一個ちょっと難関を終えれたから、あと10周年に向けて頑張ります。そして次は代々木でね年末ライブがありますよね。そうアカウントさ間違えられてたんですけど、 Y のアカウント、次は代々木じゃ12月26かな。楽しみましょう。いやでもあうこうした反省点ばっかりだけど、どうしてどうにこみたいたいだったっけ、違うあだったら許せ、だったらバラエの A がもう A ってなっちゃった。もうちょっと歌を上手くなれるように練習しないといけませんね。本当にちょっと歌うまくなりたい。なんかこう踊って歌うと声震えちゃいますね。あと生写真、そうサンタもう12月っていうことで早いですな。サンタサンタサンタだ。これからさらに上手くなると思うと若々さんにならざるを得ない。そうちょっと歌って踊れるように、震えちゃうからね。心の声がこうたまする、あきちゃんとねねちゃんが最高すぎました。シュープレ買ったしコンビニに見かけたらきれいに並べてきた嬉しい、ありがとう、やったー、ありがとうございます、嬉しい。他のアイドルさんのステージ見れましたか。リハーサル、自分の HKT のリハーサル前に早めにスタンバってたからちょっとだけ見れたのかな。あとは裏でずっとスタンバイしてんので、でもみんなすごかった。なんか3人での歌唱のやつすごかった、歌うまい、皆さんすごかったです。最近毎月推しメンが雑誌の表紙が届くのがすごすぎて感動してる。やった嬉しい。さらばの時の衣装って新書、あっももクロさんの、いやあれはね多分私は多分初めて来たんですけど、 HKT が前着てたやつで HKT の既存の衣装なんかな。私駒田さん
ピーちゃんの衣装とか名前書いてあったピーちゃんとあと植木さんとかかな、なんか何の時の衣装だろう、コンサートとかなんかで使ったんかな、ロックっぽい衣装でしたね。ココアよく飲むの、あんま、でも今日ココア飲んだんですけどめっちゃ美味しかった。ボムフライデーシュープレまとめ買いしてきたよ、だって。おありがとうございます、やった。こんばんは。ロマンティック病、嬉しい。そう、まあね、リクアは1位のおかげですよ。もうありがとうございます、やったー。キス長く愛されてる曲になってるから嬉しい。キス待ちのカップリングなのでね、ね、ロマンティック病を披露できるの嬉しかった。あと内輪がすごいたくさんあって本当に嬉しかった。SS 席前の最前の方ね、あるじゃないですか。 SS 席にたくさんうちわあってびっくりしました。逆にお前は本当にやった、嬉しかった。いやね、ロマンティック病でも多分知らない人の方が多い気がするけど、ちょっとどんどんみんなに知ってもらいたいな。SS 席さすがでした。あとお見送りもねさせていただいて、 SS 席の方で当たった方かな、はい、よかったです。早くりね、写真タイムとかあってね、早かれのフルもそうですね、久々でしたね、確かに、うん、久々だ。それもそう、 MV がないから、どうしてもやっぱ MV がない楽曲はあんま知られないんですよ。12月7日の漫画書も予約済みで、ありがとうございます。次は12月7日かな、7日だったっけ。漫画書さんの表紙ですね、双葉社だから系列が一緒ですね、写真集と EX 大衆と漫画アクションと。嬉しいです。だからさ、漫画アクションの、表紙の撮影の時は写真集チームでメイクさんもカメラマンさんも、そして双葉社なのでスタッフさんもだったから、あとスタイリストさんも、久々に写真集チームが集合して、いやー嬉しい。だから割と結構やりやすかったし、今雑誌の中ではまあボムさんだったりとか、結構全部ほとんどいい感じのお気に入りなんですけど、割とまだ見てないから分かんないけど、結構漫画アクションは見てもらいたいかも、結構すいいかも。漫画アクション良きですよ、あの本当にクリアファイルついてますしね。ヤマンガクションはなんか、ま、そう、表紙からもうなんか結構自分でもお気に入りかもしれない。うん今日の髪はお団子かな今日の髪はもうポニーテール外しちゃってボサボサだから、簡単にまとめた。もう前髪もキシキシでメイクも落としちゃって寝やすいようにしてたから急遽配信しちゃって申し訳ない。今武道館から帰ってきました。私も楽しかった、武道館。団子かわいい、ありがとう。ヒロさん、今日はめっちゃ疲れた。ずっと立ちっぱですよね、きっとコンサートとかって。やば、あれじゃない、武道館やっぱあれだかもしれない、欅坂さん坂、うん、とガムロックフェス一緒に出た時じゃない、欅 VSHKT みたいなね。あれ以来2回目か、2回目でしたね武道館。いつもコラボばっかり、単独でも立てるように頑張りたいですね。楽しかった。あー、いやでもハロウィン、でも私ね2回目って言われたんですよね、武道館は。3回目なのか2回目なのかよく分からんけど、そう、
めちゃめちゃ楽しかった。オーバーチュアめっちゃ気分上がったんやけど、なんかすごい今あぐらかいてるオーバーチュアあれですね、あのなんか久々にやって、瀬谷そうめちゃめちゃいいって言って、でも正直早送りカレンダーぶっ倒れそうでした。めっちゃきつかったです。だから7人でやるから、その16人の安心感ってやっぱ野球と一緒でね、半端ないんだなと思いました。やっぱ7人っていうのもあったし、 MC 割と短めで曲数多くで披露したから、もういきつかったですよ。本当に本当にきつかった、本当にきつかったんですが、いやでもきつかったです本当にきつくてね、なんか顔に出てそうで心配でした やりきった感出てますか。まあでもなんかね、ところどころ反省点とかいっぱいあるんですよ。反省点とかいっぱいあるんですけど、でもまあよかったかな。すっぴんぴんって、そう、もうメイク落とした、全部配信するってなっとったらちゃんとやっとったけど、でもすっぴんがね楽すぎて、すっぴんは楽です、本当に。うん、もう二十歳ですから。あと最高かよのアーリンさん素敵でしたね。私いつも最高かよ指原さんのセリフ言ってるけど、なんかアーリンさんのセリフはもうアーリンさんでしたね。なんかすごかったですね。なんかすごいって思いました、本当に。私はなんかそのすごい色が出とってすごかったです。なんか学ぶこといっぱいだったな。うん、Tシャツも可愛かったしね。いい経験ができました。今日のミクに好き、大人っぽい、すっぴんで初めて大人っぽいって言われた、やった。さらば披露できたのは結構でかい、本当に嬉しい。まだ私服です。よく最近着てるこの私服、うんうん、今日友達増えましたかたくさんね、いろんなアイドルさんと今日交流あるいますからね。私でも基本楽屋から出ないので引きこもり楽屋引きこもり、ケータリングの時しか出ないはい、なので一人もできてません、喋れないし好きですけどね、アイドルはね、はい、基本楽屋にずっといますよ、はい。できればあの楽屋あの自分の隅から動きたくないなっていう、はいはい、すいません。あ、カズさん、タありがとうございます。カズさんありがとうございます。ライダースジャケットは、いや多分新衣装じゃなくて多分既存の衣装かな、きっと。いやそうですね、多分既存の衣装です。あの
さらばの時のやつは、うん、カズさんいた、はーい、だってたありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。普段はインドア派です。普段、どっちも割と。あ、6周年の6周年の時の衣装かな。だって確かにロックっぽいけど分かりません。私あれ着たことないから、あの時の衣装か分かりません。ロックであの時の衣装に銀色のやつが足されてた。あー、詳しい、詳しいですね。分かんないや、すがすぎますね。そっか、なおさんとかピーちゃんとかやからそうなりますよね。確かに。うん。カズさん、ももクロの皆さんと仲いいの。なんかもともとなんだっけ、あれなんだったっけな、ベストアーティストとかだったっけな、あれ歌ってて。なんか客席で私たちとかが、出演者とかが見てこうやってやる、あれなんだっけ、ベストアーティストでしたっけ、歌謡祭だって、わかんないや。でもなんかいろんな歌番組でなんとか NHK とか紅白とかで、いや FNS 歌謡祭かなとかで結構何回かお会いしたりとか、なんかの時にねお話しした気がするんだ。でもそんなこんなで交流があって、でもこうやってしっかりと話したのは初めてかもしれない。対談とかさせていただいたし、今回はそれは初めてかもしれないです。なんか、はい、なかなか他グループさんと交流ないので、今は特に、貴重な時間でしたよ。10周年はそう、楽しみにって感じです。はい、10周年は楽しみです。本当に楽しみにしててください。もう当選発表とかやってたんですけどね。はい、声帯が縮まりました。全然歌ってなくて、今武道館から帰ってきました。お、じゃあちょうどよかったんじゃないですか。皆さんもちょうど武道館帰りじゃないでしょうか。来てくださってた方はちょうどですね。やっぱお腹すいた、食べても食べてもお腹がすく。楽屋裏の話をしてください。楽屋裏の話、ないよないない、普通でみんなで練習 したりとか、してました。あ、聖子さんに会ったね、聖子さんいてびっくりした、怖聖子さんいた、聖子さん楽屋に来てくれて、聖子さん今日いるって聞いて、嘘やんなんでって思ったら、聖子さんが楽屋に来てくださって、久々に会えて嬉しかったな。でもおかもうないですよ、なんか楽屋裏話ないんですね。お
怒られた怒られなかったなんか踊っとってあやばい今ここ聖子さんに絶対怒られるとかずっと思っちゃってヒヤヒヤしてましたあ待って今の歌の部分絶対聖子さん怒られるあ待って立ち位置やばい揃えないと怒られるばっかりだった逆に気が引き締まってねいいですよ本当に全然違うからうん、あー来た今日タワーおいすごい高幸さん高いのに高いのにありがとうございます高幸高幸さん今日のケータリングは何だよ今日のケータリング何やったっけなんかでもサラダとになんかいろんな種類があったココア飲みました美味しかった高幸さんそ、所長昨日は申し訳ありませんでしたえ公園のやつだ今もその1日経って謝るなんてそんな気にしないでくださいよ投げてくださってありがとうございますまあまあ公園にねまた来てくださいセブンイレブンで今日みくりんが寂しそうにしてたよ連れて帰ってあげた帰ったけどよかったのかな ありがとうございますやったー私が一人でさ寒いからさやっぱこの時期ね本当にありがとうございます。おまかせいた。いや、走れはマジで神。ペンライトめちゃめちゃ綺麗でしたね会場が暗くなって大阪でライブしてください行きますあぜひ全国また全国でやりたいあとは海外でもまたやりたいですね太るまあいっかしばらく撮影ないし太れあお前が太れおがおが忙しくて食べる暇なかったその食べてたけどちゃんとめっちゃ食べてたんですけどいただきますうんおなかすいちゃったシュープレとても良くて写真集買おうか迷ってます買わないといけませんよ本当にそれはもうふ撮ったら走るぜひまた台湾に来てコンサートを開催してください今は無理なんですけど何飲んでるのなっちゃんなっちゃん今は無理なんですけどまた落ち着いた頃に北京ダック食べたい北京ダックパスポートもね更新しないとね
なっちゃん、なっちゃん飲んでる。俺の夏美、夏美うまい夏美うまい。なっちゃん飲んでます。ラベルは剥がしさせていただいてますが、なっちゃんは美味しい。ミクちゃんってないの？だってミクちゃんあるよ、ジュース、ミックスジュースがあります。あ、すごい、走れ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 だ、武道館武道館、明日も東京で飲んでます。月半分いつも行ってますね、去年からずっと。土地がお家か。お城さん、高幸さんだったよね、カオス。カオス。明日からは10周年ですよ。やばい泣いちゃう。もうたくさんありすぎる。ゆきちゃんできる子、そうできる子、できる子です。もう2曲昨日の夜に覚えましたからね、今日やる。本当にやばすぎできる子ですから、覚えがいいので、まあ余裕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 。もうね、頭パンクしない、一個一個もう放置します。本当に同時進行でやったらもうパンクするんで、これに集中、これに集中って感じで。が10周年まだ一つも手つけてないです。とりあえずアヤカーニバルがやばかったから、アヤカーニバルを終えてもう10周年に全集中したい。もう全集中しか無理なんですよ。全集中したいなと思って、だからもう今日今からね、次はもう10周年、それが終わったら代々木、そしてハウステンボス、完璧いけるね。いけちゃいますよ、あと今日17ですよね、明日、あ違う、ん今日17ですよね、んですよね、明日かなとかに解禁されると思うんですけど、やっとですね映画祭の舞台挨拶の日程が決まりましたよ。何回か延期になってましたからね、どちらとも。そう、イエーイ、
明日だっけな、明日に多分報告されるかな。そう、やっとどっちも2作あるので、なんかね割とね時間が小刻みだったからって難しいと思うんですけど、結構まとめて解禁されるのかな、うん、よかった。やっとですね、あと当町とかもあるし、なんかそう先々に伸ばされていたイベントだったりとかのやつとかがあったから、そうですね、早めに引っ張ってきて早めに潰したいところではあるんですが、そう、あ、そうだ、そうそう、舞台挨拶も出させていただ、まあ主演なんで出させていただきます。どっちもやるみたい、確か私のふるさとの方とホラー映画の方とどっちもかな、きっと、はい、とあと大東町のロケハンはなるばやで日程出してもらえるみたいなので待っててください。うん。ですかね。そう。と生誕祭については、9月の誕生日月の人が多くて、なんかで私あのソロ公演とあと他の仕事とかも被ったりして多分スケジュールが出にくいので、でイベントも多分年末は多くなってくるですよきっと。だからうーん、多分ねできて今年かな多分そう、なんか延期になってたものが年末らへんにドバッと入ると思うから、生誕祭は多分そこに入れれたらいいなっていうのはあるけど、プラスで同じ誕生日付きのメンバーだったりまだできてない子だったりとかの人もいると思うからとかが入ると、まあ今年できたら神じゃないかなぐらいの勢いでいますので、来年かな、来年になりそうな気もするなって感じかもです。ちょっと生誕祭はもうちょっと待っててもらいたいなって感じです。ごめんなさい、はい、なかなか入れ込めれないみたいで、気長にちょっと生誕祭待っててください。しかも9月はね特に生誕祭ラッシュなのでしょうがないっちゃしょうがない、うん、そうなんですよ。まあでも専用劇場ができたからなんか今まで借りてた時はなんかそのこっちがスケジュールあっても借りれなかったりとかで予定が合わなかったりしてたけど、もう専用劇場なのでね、そこがやっぱ嬉しいね、うん、そりゃもうねこっちのもんなんでねもうねはい、やったやった、うん、いや専用劇場はでかい本当に。でどんどん今は客席も半分にしてたけど増えていっているから当たりやすいっていうのもありますしね、生誕祭はい、でも、まあ、ソロ公演とかで生誕祭やりたいね、なんか私だけのファンの方が集まれる場がいいな、司会はその時任せますわはい、外れる予感しか、いやー当たりますよ、ソロ公演だったら当たるんじゃないですか、どうだろう、福岡だし遠征してきてくださったらかなっては思っているんですが、そもそもそのソロ公演が当たんないんですか、まだでも開催して、まあ、月1レベルでやってるので2、3回ぐらいしか、まあ、公演やれていないからじゃないでしょうか、多分続いていくと、まあ、来る方も限られてくると思うから減ってくるんじゃない、うん、
東京でもお願いします。東京では難しいです。もう会社も別々だったし、会社が一緒の頃は各グループの劇場公演でなんかソロ公演やるみたいな話が一個進んでいたんですけど、そんなこんななんかコロナとかになっちゃったりでなくなっていいの、会社別々になりいいのとかでもうなくなったんで、その話はもうどこか借りるかとかになると思うんですけど、多分いや絶対一生やらないです今回にぜひ来れる時に来てください。はい、今度ソロ公演があったら何を歌いたい？ネタバレにならない程度に話すんですけど、10周年で叶いますはい、今年叶えます。これやりたい、叶えます。あ、楽しみにしててください。チャラいんですよねチャラいんですよ、絵文字が。今日ロマンティックビューやったのエモかった。やったー、イエーイ。うん、前後どっち？あー、26、27。え、どっちなんだろう？私まだセットリスト見てない。見てるんですけど、手つけてないから一切。頭おかしくなりそうで。泣いちゃうからきっと怖くて。だから、まだ見れてない。今から見る。怖いもん。本当に。しかもリハ参加できしてないから、遅れ取ってるっていうその状況に目を向けたくなさすぎてまだ見てないです。きっと泣くもん、怖くて。一旦これ終わってショック受けちゃうから、一旦これは終わったんで、カニバル終わったんで、もう今日から切り替えています。そう、もう怖くない、なりません。だってもう、そう、現実逃避って本当に大事。そうね、怖くないですか？こう、私はね、見れないんですよ、怖くて。現実逃避しますよ。それがもう覚えるいい方法。うん、まあ、でも10周年だからみんな気を引き締めて頑張っている感じです。はい、気合入れてかましてこ、気合入れてかまします。うん。ミクならできるだって。まあ、9年間、8年間やってきてできなかったことないですから。できます、できます。なんとかなんとかできます。もうね、歴史がね、歴史が教えてくれてる。うん、行きますよ。うん、うん、できます。きっと、多分、どんどん弱気になっていっちゃう。うん。うん、明日あれかな。明日 HKTV の収録かも。そうだ。皆さん毎週火曜見てますか？いつも告知し忘れる、マジでごめんなさい。うん、かもだってまだ予定見てない。多分どっちだろう、わかんないや。なんか面白いなと思っとった、まとめていつも撮るんですけど、この間撮ったばかりのがこの間放送されて、この間の火曜に放送されてて、ひなたの絵とかダイオウイカのやつとかもう放送されてるんだっていう、やっぱ毎週ねあるんで、撮っていかないと毎回毎回。いやね、
一番の不安材料が曲調なんだよな。いやいやいや、そんな曲調なんで、やっぱ厳しくしていかないとって感じですね。なんか HKTV ってなんかさらにヤバくなってる感じする。なんだろう、大丈夫、大丈夫じゃないけど大丈夫だ、大丈夫じゃないけど大丈夫っていうのはこういうことなんですね。うん、あ、なるほど、もともと大丈夫じゃないから大丈夫です、だって。うーん、どういうことか、なるほどね。うん、もともとあ、どういうことですか。もともと大丈夫じゃないから大丈夫らしいです。イエーイ、なるほどね、いい感じ。そういうことね。うん、一周回るんだ、一周。いい感じ、いい感じ。何食べてるの？これ何なんだろう？これなんかね、アーモンドキャラメルクッキーみたいなやつ。フロランタンだって。あ、フロランタンだ。私フロランタン大好き。ロッテさんのフロランタンめっちゃ好き。チョコの。うんふん。素粒子って何？素粒子とは、空気中に飛んでるゴミです。最低。素粒子は空気です。え、ですよね、でだったよね。素粒子は空気ですよね。え、だからゴミと一緒、ゴミも空気。素粒子ってさ、結果論はさ、空気だったでしょ？ん？あれ？ちょい。ん？え、だってこの世の全ては素粒子から始まってるじゃないですか。で、考えたら素粒子って空気でしょ？あれ？曲調じゃなくてもやばかった。だって、え、素粒子って結果論空気だよね。なんだ、素粒子とは物質を構成する最も最小の単位のことである。基本素、粒子とほぼ同義語である。同義語。え、だから最も最初に生まれたものでしょ。じゃあ空気でよくね。空気やん。ん？あ、酸素だ。空気じゃない。素粒子は酸素からできているって解決でしたよね、確か。ダイオウイカレベルやな、それ最高じゃないですか。はい、酸素だ、酸素ですよね。え？ん？みんな、うん、だからミクも素粒子でできてるんですよ、結果。なんかもう竹取物語とかさ、素粒子とかさ、うん、わかんねえや。もうわかんねえや。うん、ちょっと頭回ってないね。うん、わかんねえや。もう、まあ取れ高が良ければ何だっていいんだよ。取れ高が良ければ視聴率を稼げればもう何だっていいんだよ。良くない。良くない。うん、はい、もう諦めますよ。はい、
悪い何悪いテレビの人おるホワイトの局長です。私は私も超投げやり、そう、ね、いいんですよ。スパンと終わらせましょう。スパンと、はい、うん、スパンと終わらせるのが一番です、うん、そうそう、はい、うん、田中局長、はい、まあ番組が長く続いたらいいなって気持ちで精一杯ですね、局長は。次の話題いきましょう。今日下にこんなにできてもうた。あー残念。この辺なんかしたら治るって聞いたことあるけど、それは辛い。私もよくできる。じゃがりこ食べたら絶対できるんですよね。うん、お団子解くとどうなる？え、ヤマンバみたいになる。栗局の局長ですもんね。あ、ね、いつまでそうやっていじるんですか。某局ですよ、某局。眠くなるみくりんの声、おやすみなさい。ヤマンバになりますよ。好きな飲み物なんですか。ずんだシェイク、スタバ、以上。うん、甘党ですもんね、与党な。レッドブルーはさ、そうね、レッドブルーはなんか疲れとるときに飲むのが美味しい。たまに飲みたい。好きなお花は何ですか。かすみ草。え、何でも好き。お花は、うん、かすみ草でも可愛いよね。ポッポしてって可愛い。ポッポーって。今日でめくり押しになりました。なんで？やったん、増えました。増えました。あと15分だ。うん、お風呂入ってね、寝るぞ。好きな花は松岡花。松岡花はもう平和の象徴。シュープレ見て気になってたんですが、配信見て可愛くて好きになりました。だって、いやでも今日はすっぴんなんですけど、あのブスブスごめんなさい。今日はあの違う、ちょっとなんかね違うんで、またの配信の時に来てください。自分でブスって言って傷ついちゃった。自分で今日はちょっと違うんですよね。今日は違うんですよ。だからあのまたの機会にぜひ、はい。口が勝手に出ちゃいました、ごめんなさい。疲れてるから顔がなんかもうしおれしおれ。
もう本音が出ちゃったよね、もう口から疲れてて口から本音が出ちゃった。今日ブスまたの時に来てください。またの時ね、ちょっと可愛くして待ってます。いつかまた。はい、もうピュッピュしてる。ピュッピュ、自爆してしまった。お上品な言葉を使ってください。誠に申し訳ございませんでした。以後慎みます。助言ありがとうございます。本当に無理はしない方がいいイエス、うん、よろしい。助言いただきました、はい、プライボーイよかった。だって、ありがとう。やった、みんな見てくれてて嬉しい。ミクリン見て今日すごい辛かったけど癒された。人生は辛いですね。生きるっていうのはすごく大変でして、辛いんですよ本当にでもよかった、元気になってくれて。いやね、私も辛いですよ生きてて、もう本当に。まあでもいつかね、人はねいなくなるんだ。そうそうそう、儚いんですよ命って。本当にね、そう、本当に辛い時はもういつかもう何百年後にはここにいるみんながいないんだと思ったら気持ちが楽になりますよ。はい、通夜や闇みたいな感じになりそうだけど、そうですよ、本当に辛いなって思った時はどっちみちあと何百年かしたら何もないんだから楽しむしかないんですよ。そうそう、そういうこと、そういうこと。救われました。だってよかったよかった。はい、あ、そう、みんな素粒子でできてるんだって思えばいいんだよはい、うん、はい、解決しましたね。雑誌のポスターが大きすぎて貼る場所がないよ。天井に貼りましょう。ベッドの上とか起きたらあ、ミクリンっつって、はい、うん、ミクの名は希望。めっちゃってなっちゃった。あと10分もありません。かゆい。うん、寒くないの？だって動いたからね、あんまり寒くない。
寒くないし。え？あ、え？頭おかしすぎる。冷房18度でつけてます。でもなんか冷房が効いてないんか、私が普通にポッポしてなんか暑いですね。くそ。あれ、あれホテルのエアコンってあんま効きませんしね。びっくりびっくりびっくりドンキー。じゃあ夏や、もう。じゃあじゃあ、じゃあランキング早めに読みます。13位はトモモさん、ジュニアビエンさん、11位はピケトロピンクさん、10位はジジリモン、9位は銀次のケンさん、8位はナオチョ、7位はラブミクリン、6位は三つのり、田中三つのり、かわいいかわいい、私が男。5位はシュロウくん、4位はハリーのドラクさん、3位はカズさん、2位はタカユキさん、1位はもちもち。一瞬でも見れてよかった。だって、あ、こちらこそ。終わるのって12時までなんですよ配信。そろそろ武道館から帰ります。まだ帰ってなかったんですか。え、ん、あ、駐車場におったんかな。気づいたらミクリ押し。ありがとうございます。明日からも頑張りましょう。そう、肌カサカサカサ。乾燥してそう。確かにエアコン乾燥しますね。寝るときは消します。今まで雑誌の表紙で一番嬉しかった雑誌はありますか？ヤングジャンプ、ヤンジャンと、シュープレとフライデーかな。一番とは一番とは、一番とか決めれない、一番とか決めれないよ。一番とか決めれません、生きてて。これが一番っていうの生きててで決めれないわ。でも全部嬉しいんだ。そう、うん、夢の数と一緒ですね。はい、じゃあさらさら終わろうかな。スクショタイムください。だって、うん、今日ちょっとブスだからごめんなさい。でもね、あのメイクも落として髪も溶いちゃったからちょっと見せ物ではないんですよ本当は。はい、ということでありがとうございました。バイバイ。